入るスコアです。もう続いてほしい。さあ続いては畑田コース入り D 難度抱え込みの前中 D 難度スワン前中止めてきましたね。ジャンプジャンプチュチュ帰り交差ジャンプからの交差ハーフつなげてきましたね。大きなミスなくここまで来ています。とても流れがいいと思います。センスワン あとは降り屈伸ダブル。ちょっと危なかったですが良かったと思います。本人もヒヤリとしたそんな表情でしたが、そうですね、着地で少し腰を引いてしまったんですけどもうまく耐えましたね。転倒などの大きなミスにはなりませんでした。武田選手の表情がいいですね。正確な演技をするのとこの表情のギャップがすごくこう印象的ですね。前方の違い、はい、自分の感覚にやっぱり繊細なので少しでもズレがあると危なかったっていう。なるほど、はい、すごく感じるんだと思います。今のところ2種目とも危ねえって顔で終わってますね。でもしっかり大過失なく、そうですね、最後までやるところ本当に素晴らしいと思います。そしてあの多少のまあつなげられなかったりぐらつきがあってもその次の技でそれを動揺を感じないですね。そうですね、このフィニッシュのシーンです。はい、シンダブルちょっと腰がおーよくおお二歩でこらえたという形になりました。おーっというこの表情村上選手もヒヤリとしました。うんとなずいています。あれあのまま尻餅をつくケースもありますもんね。そうですね、やっぱり後悔しちゃう。